京都府第2区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。1994年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。京都市の東部、洛東が対象。京都大学などが立地し学術関係者が多く住む地域であり、伝統的に革新系が強い。 長く共産党が一区と並ぶ得票を得てきた地域でもある。現在は地元の富義出身で財界から支持を受ける前原、政治が強い地盤を築く。中選挙区時代は隣接する一区と旧京都一区を形成していた。第49回衆議院議員総選挙10月31日、京都府第2区次の内閣第1次。 岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、26万4808人最終、投票率 57.、57.14%第48回衆議院議員、総選挙10月22日京都府、第2区次の内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、 2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、26万9197人、最終投票率 51.、51.13%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、京都府、第2区次の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、 2014年12月2日、第46回衆議院議員総選挙12月16日、京都府、第2次の内閣、野田第3次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、第45回衆議院議員総選挙8月30日、京都府、第2次の内閣、麻生内閣解散日、 2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、京都府、第2次の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日、第43回衆議院議員、総選挙11月9日、京都府、第2次の内閣、 1> 第1次小泉第2次改造内閣解散日2003年10月10日公示日2003年10月28日第42回衆議院議員総選挙6月25日京都府第2次の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日第41回衆議院議員総選挙10月20日京都府第2次の内閣 第一次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日。ありがとうございます。